ハンワース子者は、イギリスの子者くらい、貴族、連合王国貴族爵位。初代ハンワース子者アーネスト・ポロック、放送会出身にして保守党の政治家、アーネスト・ポロックは1922年に準断死ついで1926年に、領地指定府の男爵に除された後、1936年に、ミドルセックス州ハンワースのハンワース子者を与えられた。また、 ポロック家は、サーフレデリック・ポロックを祖とする順者区化の分流に当たるため、その継承権を保持しており、現当主の親族であるジョージ・フレデリック・ポロックが、現在の同順断灼位保持者である。なお、初代子爵の孫に当たる三代子爵は1999年の貴族院法制定以降も貴族院に席を置く92人の世襲貴族の一人である。 本社区位の領地指定部分はミドルセックス州ハンワースである。これは、同地にはかつてセント、戦闘オルバンズ公爵家の邸宅があったが、1797年に発生した火事以降は、アレルに任せていた。その土地と建物を購入した初代施策、ハンワース卿が、ハンワースの町にロンドンウェアパークとして開放した出来事に由来するという、種である、 第3代ハンワース施策、デイビッド・ステファン・ジョフリー・ポロックは、以下の釈位を保持している。法廷推定相続人は、現当主のおいであるハロルド・ウィリアム・チャールズ・ポロック。法廷推定相続人の推定相続人はその、息子で、双子兄弟の兄フレデリック、トーマス・チャールズ・ポロック。ありがとうございます。